皆さんこんにちは。私はまゆです。私の町へようこそ。今日は近所をお散歩しています。こっちに行ってみましょう。見てください、綺麗な花が咲いています。とても人気なんですよ。これはアジサイという花です。私はこの濃い赤色が好きです。こちらについてきてください。みゆき茶房と書いてあります。茶房はいわゆるカフェを意味する日本語です。このような場所は地方に多いです。個人経営のお店なのでとても個性的です。温かくて居心地よく感じます。中に入ってみましょう。この家は古民家と呼ばれています。古い家という意味です。ここにある骨董品を見てください。これは古い冷蔵庫で、氷を上に、食べ物を下に入れて使います。見てください、これはこけしです。普通は着物を着た女の子ですが、このこけしはペンギンですね。すごく可愛いでしょう。歴史あるお店を訪れるとこのようなものが見れて楽しいです。メニューがあります。このお店は珍しくコロッケを売っています。このような地方のお店では他では手に入らないような食べ物やアイテムを売っているので面白いです。こちらが素敵なカフェに生まれ変わった古民家です。まだ当時の面影が残っています。これが昔の日本です。とてもいい雰囲気です。日本に来たら躊躇せずに地方のお店を訪れてみてください。あれ、誰だろう。ああ、あれは漢字マンじゃないですか。彼はいつも漢字を勉強しているんです。おや、漢字の勉強を始めようとしていますよ。偶然ですね。一緒に勉強しましょう。それではペンと紙を用意して新しい漢字を学んでいきましょう。今日の最初の漢字はこのように書きます。1、2、3、4、画数は4画です。この漢字は10と読みます。 In English, 10 means the heavens。 音読みは10です。例を挙げると、天気、天ぷら、天文学。例えば、残念ですが悪天候のせいで昨日の天文学部の集まりは中止されたんだ。次は1、2、3、4、5、6、7、8。この画数は8画です。この漢字は空と読みます。 In English, 空 means the sky。 音読みは空です。例を挙げると、空気、空港、航空便。例えば、このバスに乗れば10分ほどで空港に着きます。次の漢字は1、2、3、4、5、6、7、8。この漢字も画数は8画です。雨と読みます。 In English,
雨 means rain。 音読みはうです。例を挙げると、梅雨、大雨。例えば、今年の梅雨は去年よりもたくさん雨が降ったので、なかなか友達と外で遊べなかった。次は、1、2、3、画数は三角です。この漢字に送り仮名をつけると夕方になります。 In English, 夕方 means evening。 音読みは席です。例を挙げると、夕食、夕焼け。例えば、ハワイに滞在したのはとても良かったです。あそこの夕方は穏やかで、夕焼けがとても美しかったな。今日の最後の漢字は1、2、3、4、5、6、画数は六画です。この漢字は木と読みます。In English, ki means energy。 音読みはきとけです。例を挙げると、元気、気分、気がする。例えば、目覚まし時計をかけた気がするのに寝坊してしまった。電池切れかな。今日はこれで終わりです。何度も練習することを忘れないでくださいね。小さな積み重ねが大切です。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。下の方からずっと。